今度は違う踊り手さんでね、綺麗な綺麗な女性でございます、踊っていただくんですけれども、踊りも流派がいろいろあるので、同じ曲でも全然違く踊るっていう、なんかもう津軽民謡、津軽三味線、津軽手踊りっていうのは本当に個性を出せるっていうのがとても面白いところで、自分のこうなんていうんですかね、オリジナリティを出せる、それが一番の面白さだと思います。次のね、手踊りもさっきの方との違いを楽しんでいただいたりとかできると思いますので、どうぞ皆様そういったところも楽しみながら見ていただけたらと思います。ところで青森の出身の人って何いるんですか？あららら、やっぱりいっぱいいるんですね。ありがとうございます。どうもどうも、あ、どうもどうも、お母さんどうも東京でなかなか見る機会ないですよね。私たち東京で頑張ってる青森民謡協会というものなので、よし、ありがとうございます。ぜひぜひ催しもありますんで、皆様ご興味ありましたら、舞台の方も見に来てください。それでは踊りの方をお届けします。井上ひとみの踊りで津軽三下がりお届けします。井上ひとみ、津軽三下がりをお届けいたしました。